ビズ。日立の宮様が尿管結石の手術のため20日に東京都内の病院に再び入院すると宮内庁が17日発表しました。日立の宮様は先月下旬に発熱を繰り返し、今月1日に都内の病院に入院し尿管にステントを入れる手術を受けられ5日に一旦退院していました。 宮内庁では、退院後に発熱や痛みなどは特になかったとしています。今回の手術では、ステントを新しいものに交換し、尿管結石を粉砕する手術を受けられるということです。日立宮様は上皇様の弟で87歳、後位継承順は3位です。